はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。7月15日、新橋で、7月29日、代々木で、タウンミーチングやります。来てねー。場所や時間は、動画説明欄、もっと見るをクリックしてご確認ください。8月15日、メール党員様限定ですけど、正殿参拝、靖国神社と、夕方懇親会を予定しております。こちらのご案内は、後日、まだちょっと早すぎんなと思って、1ヶ月以上はもんな、思いまして、後日いたします。7月8日、NHK の安倍総理銃撃事件特集番組がひどかった。山上の原型嘆願が殺到であるとか、山上宛てに100万円の寄付金であるとか、もしかしたら NHK が寄付したかもしんねえな、これな。後で、特番つくんだなんつって、張り切って、山上に共感すると、のツイートが広がる、などなど。和田政宗参議院議員、暗殺犯にも理由があると擁護するかのような内容。吉田小一郎中野区議、なんとかして安倍総理暗殺を正当化しようと印象操作と。私番組見てなかったんですけど、まあひどかったんだろうな。一般判断です。公共放送でテロを肯定するのやばすぎ。被害者より犯人にばかり焦点を当て続け、視聴者の意識をそちらへ引っ張っていく洗脳。 NHK は岸田首相も狙われたことは忘れちゃったんだろうか。やっぱり殺人を正当化したいってのが左翼の思想なんだな。民主主義破壊のため政治家殺しを正当化したいんだろう。 NHK、 なぜ安倍殺しはこんなに共感を呼んだのか。言うほど共感されてたか。パヨ界隈では共感されてたんだろう。パヨ界隈はパヨ界隈でまとまってて、そこの景色しか見えませんから、なんか世界中が共感してるかのような錯覚に陥ってたのかもしれないですね。エコーチェンバー、あるいはエコーチャンバーと呼ばれる現象ですかね。1987年、赤包帯事件、朝日新聞記者死亡、どんな理由があろうと暴力は許されない。安倍総理暗殺、犯人にどんな理由が、NHK は子や孫に渡していい組織ではありません。我々大人たちが何とかしましょう。今のうちに何とかしましょう。政治家の暗殺を正当化イコール民主主義崩壊、万機公論に決すべし、勅命違反イコール朝敵と、こんな風に考えるんですけど、まあそれがパヨの目的なんでしょうけれどもね。最近ですね、パヨっていうか左翼に関する研究が去年あたり、2022年カレントサイコロジーに論文が掲載されました。 BLM やアンチファなどの左翼活動は嵐や愉快犯の心理、左翼活動家は自己愛性人格障害、それにサイコパスが加わると暴力革命を目指すと。スイスのベルン大学、アン・クリスペンズとアレックス・パートラムス共同発表。パヨの3つの特徴、伝統破壊、今ある伝統や文化を古臭い時見つけ破壊しようとする、自分たちの新しい主張こそ正しいと主張する。例、夫婦別姓導入、同性婚導入、 LGBT、BLM、 あとは皇室を攻撃するなんていうのも伝統破壊の一環でしょうかね。階層破壊、社会の破壊で自公の階層を上げようとする、暴力革命を目指して今日も赤旗を配るおじいちゃんたち、令和の集会で踊りまくる社会を恨む者たち。階層破壊、これも皇室打倒を掲げる共産党であるとか、ことあるごとに皇室を貶めんとするテレビの連中とか、右翼活動家はこっちの方はやらないですもんね。階層破壊、クラスを、ぶち壊そうとする、今まである伝統をぶち壊そうとする右翼活動家はこれらはしませんもんね。言論弾圧、議論を重ねるよりも異論をナンセンス、古臭いと決めつけ攻撃しまくり封殺することを好む。
ではパヨはなんでパヨ活動をしているかと言いますと、掲示板に存在する無意味無目的、無意味無目的な不必要な荒らしや放火や迷惑行為の愉快犯と同じく、活動は周囲を騒がせて自己満足するためのもので、建設的な目的はない。醤油ペロペロだの、まあ、その他の迷惑行為、爪楊枝使った後に戻しちゃうとか、放火の愉快犯、とか荒らし、何のためにやってんだろうねあいつらね。長文のコピペをバン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 貼って掲示板を見にくくするということに時間を費やして、自分の人生消費して何のためにやってんだろう。まあ愉快犯だって言うんですよね。より良い社会に変えるためではなく、階層破壊により自分の地位や評価が上がることを目指している。自分自身を肯定的に見せ、道徳的優位性を示し、社会的地位を獲得し、他者を支配し、感覚の欲求を満たすために社会的紛争や侵略に関与できれば、お題目は何でもいい。朝鮮学校無償化、ジェンダー、救助死守って言ってるやつが同じなのは、お題は何でもいいからですかね。まあ社会的紛争や侵略に関与できれば、まああのあれですね、他者を支配して学術会議、パヨの中で評価されると、ほら学術会議のメンバーにも選ばれるわけなんだよね。あとサンデーモーニングにも呼ばれるようになるし、まあこういうこと。論文まとめ、自己愛性人格障害者が自身のエゴのためにパヨ活動をする。そこにサイコパスが追加されると暴力容認の革命思想になる。パヨと話が全く通じないのは、活動が愉快犯や荒らしと同じ性格によるもので、建設的な目的がないから。まあ、この論文読んで感想なんですけど、私自己評価がとてつもなく高い自己愛性人格障害だから、パヨはいつも上から目線で偉そう、言うんでしょうね、バカなくせにね。これはどうなの、あれはどうなの、これこうじゃねえかってツッコミされても全然無視してね。掲示板にいるパヨは日本語理解の解像度が低い境界知能、つまり IQ85 以下かと思ってましたけれども、この研究によればそれだけじゃないみたいですね。賢くて自己愛性人格障害プラスサイコパスだとパヨール。建設的な目的はなく、放火の愉快犯同様に暗い自己満足のためにやってるとすれば、まともな話が通じないっていうのも、まあ納得いきますね。そっか、愉快犯や荒らしと一緒だから話しても無駄だな。私ちょっと思うのが、荒らしと似たようなものに揉ませっていうね、双方の陣営飛び回って悪口言ってて、こんなこと言ってましたぜ。通称伝書バトを、私は人の争いが見たい、揉めるのが見たい、揉ませって呼んでましたが、これらも荒らしと同類なんでしょうかね。だって不必要だもん。なんでそんなことに自分の時間つかんでっていう話なんですけど、まあ要するに何でもいいんですね、文句言えればね、パヨは。そして同じようなクズの仲間うちの評価があれば上がれば、なおよしと。名前が上がればサンデーモーニングにも呼んでもらえる、 NHK にも出れるみたいな。自己愛性人格障害は批判に弱い性質があるんで、こちら側としてはですね、頭悪いとか昭和がよで、こういった小馬鹿にしたような悪口が聞きそうです。自己愛性人格障害はこういう言葉に向きなんだってその異常に高い自己評価が崩れ去ることを非常に恐れていて、こういうね、ばっかじゃねえよとか、ふるとか、まあ相手がですね、普段言ってるような進歩的でないとか、そんなことを向こうが言ってたら、こちらも進歩的でないって言ってやれば一番効くのかな。この論文結局はですね、パヨは人格障害者って思いっきり言ってんですけど、大丈夫なのかな。私がこの論文から真っ先に思い浮かべたパヨ代表が小西博之でした。なるほど話が通じね。皆様は
誰を連想されましたでしょうか。よかったらコメントに書いておいてください。私はこいつを連想しました。自己愛性人格障害でサイコパスのパヨで話が通じないでね、根性悪ければあの直義だな。梅毒患者数激増だそうであります。2022年度のデータが出まして、激増。2021年度7875人、2022年度12964人、ドカーンって上がっちゃってます。 65% 増。2021年から2022年まで 65% 増、1万人突破していました。大幅に。小上康彦医師、この人はあの都内で失尿器科の病院やってらっしゃる方だそうでます。女性は20歳から24歳が突出して多く、男性は30代から50代と幅広い。 SNS やマッチングアプリ利用の患者さんは当院でも多いです。これあれだね、ネットでそのあれだろうな、やり取りして約束するんでしょうね。風俗嬢さんは定期検診などで感染対策をしっかりとしており、異常があればすぐ医療機関に相談してます。素人さんは病気に対する知識がなく、親に知られたくない、お金がないという理由で病院に来るのが遅れます。まあ、記事の結論なんですけど、パパ活のせいで梅毒増えてるよというのが、まあ、記事の結論なんですけどね。一般反応です。立ちんぼ怖すぎ、地方にも拡散してるぞ。知り合いも性病になってたわ知り合いも買った側かな。当然だが梅毒以外の性病も爆増しとる。下半身が本体だからしゃあないなんで報道してやばいって状態言わないのか、意味不明。なんでテレビで警告しないんや。国会で取り上げていいレベル。大都市以外の各都道府県でも過去最大の患者数になっている。国会議員だってパパ活してるもん。吉田ってやついたな、自民党の。18歳とは知らなかったっつって。性病怖いって脳みそだったらパパ活せんしな。まあパー頭が緩い、女子がやるもんでみたいな、そんな意味ですかね。たった1年でプラス 65%、 異次元の少子化対策って言うなら国会で取り上げるレベルじゃないのこれ。肝心の議員がですね、テレビしか見てねえし、そのテレビが取り上げないしで、まあ国会に上ることはないんだろうな。みんな疎くて、ネットに疎くて、情弱で。テレビ局はですね、日本人が減れば嬉しいなと、なんて思って梅毒化を隠蔽すると。これはいずれですね、私は移された点、開催不可避ですね。ほんでもってですね、好きで売ったからだろ、うんなげはうずねらっただろうって突っ込み入るまでが、まあ、想定内かな。女性は20歳から24歳が突出して多く、25歳過ぎたらさすがにおとなしくなって売春専用になるのか、それとも売れ行きが悪くなって感染しなくなるのかは不明であります。それともベテランになっちゃって、すぐねやばいかもしれないっつって病院行って事なきを得てるのかもしれない。頭は悪いが若い女性とモテない中年男性が減った社会ってどんな社会なんでしょうね。ちょっと予想つかないですけど、よくなるのか悪くなるのか全然予想つかないですけどね。治療開始が遅いと後遺症が一生残ることもあるそうで、好きで売った女とね、好きで買った男の後遺症の面倒ですね、税金で見んの嫌なんですけど、私それさえなければ、好きにしろって感じなんですけど、あと国保ですか、行く必要もね、病院使って国保税上がったら私嫌なんですけど、1万3000人も、なんてことを思いつつ、皆様もそういう行為にはご注意ください。その特定の相手とだけお互いが、自分が特定の相手とだけでも、相手が不特定多数とあれしてたらあれですからね、全然無意味ですからね。まあご注意くださいという話でありました。テレビで全然やんねえっていうお話でもありました。じゃあタウンミーチングの方、
ご参加よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。